皆さんこんにちは、今回は、雷電将軍と雷電 A の違いについての動画です。はい、実は壺では雷電は、A の方が出てきます。操作できるのは雷電将軍の方なので違いを見ていきます。挨拶をするだけで、力がみなぎってきますね。誠に不思議なものです。という感じで、全体的に雷電 A の方が装飾が明るくなっております。以上、比較してみた動画です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。